さあ今日も元気にパンツを奪い倒すぞ。あれ霊夢さん、今回から新ステージだから気を引き締めていかないとな。その新ステージに既視感があるんですけど。まさかマリサスプレイ、初見プレイじゃないとリアクション取れないよ。このゲームリアクション取る必要ねえんだわ。というかなんで最初からやり直してんだお前。うるさい、あの後ヨウムにボコボコのギッタギタにされて振り出しに戻ったんだよ。パンツが、私のパンツが目の前で真っ二つに。たかがパンツだろ。マリサは分かってない、パンツに対する愛着が。パンツを我が子のように扱い育て、吐くんかい。その過程で破れもする。それは我が子殺してない、縫えばいいんです。割と辛辣。苦楽を共にしたパンツが真っ二つにされて殺された。新しいのかえ。悪魔かお前は。デーモンです。鬼かお前は。閣下の方です。ぶっ飛ばすぞ。まだだ、まだ引きつけろ。ギリギリまで引きつけてから撃つ。全然壊滅的被害。何やってんだアホ。部位損失、露出増加、警察指導。こうして警察24時が始まった。逮捕確定演出じゃねえか。だが黙ってやられるほど私は弱くない。うっ、どうせやられるんだったら静かにやられてくれ。さあ今日も元気にパンツを奪い倒すぞ。霊夢さん冒頭と同じこと言ってます。今回から新ステージだから気を引き締めていかないとな。ぶっ飛ばすぞ。なんやかんやあって戻ってきました。30分かかったけどね。いくらなんでもかかりすぎだろ。だがそれもここで終わりの、終わらないかもしれない。おいせいよ、捕らえろ。相手の下半身を見ろ、感じろ。わあ、私の股間に解放感がもたらされたよ。ぶっ殺すぞ。殺意がビッグマック。何度パンツを剥ぎ取られようと匠は折れない。その目はしっかりと相手のパンツを見据えてる。変態じゃねえか。狙うはパンツただ一枚。剥ぎ取れ、むしり取れ。おっしゃ、暴奪、完全勝利。長かったがこれでお前のパンツは私のものだ。言動が完全に不審者。はい、はいじゃないが。なんだこれ。私が聞きたい。